今年で100回目を迎える夏の甲子園に静岡県代表として出場する常葉大菊川高校野球部が今日決戦の地へ出発しました。おはようございます。今朝菊川市内の常葉大菊川高校野球場に集まった選手たちは甲子園への荷物を持って続々とバスに乗り込んでいきました。2年ぶり6回目の夏の甲子園に向けて準備は万端です。ビビることなくやっぱりバッターに向かっていきたいなというふうに思ってます。本当に守備からリズムを作って一点一点積み重ねていく野球をしていきたいと思います。夏の甲子園はあさって組み合わせ抽選会が行われ来月5日に開幕します。